今あの福井先生から非常にいわゆる陸軍と、まあ、海軍のですねこの、まあ、臨場感あふれるっていうか、まあ、非常にその戦いぶりがですねあのやはりあの海軍と陸軍が違ったっていうことであの非常にまあ真に迫ってるところがとてもあの、こういうこの我々が、まあ、祖先たちというかですね、まあ、大体我々の父ですね私の場合は父それから祖父がやっぱり同じように戦って現実を言うと私の父と祖父はあの海軍なんですねですから、まあ、海軍がやはりあのおかしかったということをまあまあこれはですね確かにあの結果的にはもうそういうことが言えるしあの非常に説得力があったわけですがその前にですねちょっと山本五十六っていうのはあの真珠湾攻撃をやったんですねであの真珠湾攻撃からまあちょっとおかしいっていうよりもまあここにもちょっと書いてあるんですけれどもあの戦争を仕掛けるっていう前にですね昭和16年にあの、まあ、これも知られていることですけれどもあの東条がですねあの全官僚を集めて若い官僚を集めてあの戦争をやったらどうだということを全部この、ね、ある種のシミュレーションでやったとそれでもう明らかに負けると、まあ、若い官僚は全部そうやって結論付けたわけですね。で東条はですねそれを聞いてまあそれは知ってるわけですね。なぜそれを知っててやったかっていうことが未だに謎なんですね。ですからまあこれあのもちろんあのまあ東条がですね自分これはもう陸軍か海軍かまあいずれにしてもこうやらざるを得ないっていうことでやったということになるわけですけれどもどうもその時の海軍っていうのはやっぱりあの非常に謎なんですね。これはやっぱり知ってるわけですよこれ戦争やったら負けるっていうこと ただですね問題は春ノートがあって、まあ、春ノートでこうその春ノートをもしこれはヒスというあの もう一人のですねあの決して春自身がない、まあ、ロシアのスパイというかですねこの共産党共産主義者が書いたと言われるんですけどホワイトですねホワイトの春ノートが、まあ、これはもうどうしても最後通帳みたいなまあもともとそういう石油も止めるしですねあらゆるところが撤退するというまあ、日本の存在をこの危うくすることであってこれでまあ戦争せざるを得なかったということがまああるわけですが、まあ、これはあのご存知だと思うんですけれどもあの春ノートはアメリカではほと全く知られてなかったということも今分かってきたんですね。これはあのフィッシャーがまあそういうはっきり言っているわけでこれはまあ春ノートはアメリカでは知られてなかったとですからやはりあれ日本がやったっていうのは不意打ちだっていう宣伝をですねそこでまあやれたわけですね。で日本は春の音があるからやらざれないということでやったわけでまあいくらシミュレーションでダメだと言ってもこれはもう日本の存続に関わるということでやったということになるわけですがここでですね今東京裁判のことをお話になったんですけど東京裁判にですね天皇がおられないということですよね。これがやっぱりねあの日米のある種の合作があったというふうに私は見ているわけです。ですから天皇がおられないということは天皇が始められて詔勅で始められて最後はまた、はい、終戦も詔勅を出されたということそのものに完全にやはりは日本っていうのはまあ天皇を中心とした国体ですしあのまさにそういうあの政府が残ってるっていうことはまあずっとあるわけですね。鈴木貫太郎が最後 の内閣であったわけですがそういう国体残ってるとそうするとですね
この鈴木貫太郎あるいは東條、まあ、これは東京三番で全部裁かれるわけですが、しかしやはりこの戦争っていうのはどうも単なる政治あるいはこう戦争いわゆる戦争力というかですね、戦力の戦争ではないなということが分かるんですね。これは何かというと、ポツダム宣言にですね、天皇のことを一切触れてないということなんです。それから結局要するに日本が、まあ、要するに結局、まあ、負けたということであっても国体は残っているということで、これは、まあ、ドイツと全く違うわけですね。でそこのところもですね、ちょっと面白いっていうとあれですけども、歴史のなんていうか捏造というかですね、やっぱり歴史っていうのはまあこう見立てでやるんだなということ、つまり勝ったって言って、アメリカが勝ったって言ってるけれども、実際は勝ってないわけですよ。だって責任者はやってないわけですね。それからやっぱり国体は別に潰してるわけじゃないし、ですから日本は負けた時に、私もよく覚えてるんですけど、終戦って言って、戦後十数年は終戦って言ってたんですね。決して敗戦って言ってないし、なんかあんまり入ってきたアメリカ軍を歓迎してるっていうところがあって、これは何かっていうと天皇を守ってくれたと、これをずっと続けてくれたっていうことで、やはり何かやっぱりこれはいわゆるこう日米のですね、ある種のまあ芝居があったのかなという感じをするわけです。ですからこういうのはまあ日本人はですね、これ敗戦と言ってしまって屈辱感をまあ感じてるし、開墾の情があるみたいなことばっかしを左翼が言ってるんですけど、そういうこともないんですね。頃はかなりあっけらかんとなしてたわけです。小津安二郎の東京の物語をご覧になると分かるんですね。戦前と日本が戦後が連続してるんですね。あそこに何か戦争で負けたっていう感じの記憶がこの夫婦にないんですね。ですから原節子がまあ旦那がですね死んだということが、まあ、ちょこっと出てくるわけですけれども、やはりそこにですね何かかなり連続性を感じるわけです。でそれは何かっていうと、日本は国家は負けてないということだったんでね。でやはりそこをですね戦後の20年過ぎて、まあ、福井先生の時代になってからものすごい敗戦だとか開墾の情だとかっていうようなことばっかし言い始めてですね、で日本が悪かったって言い始めたっていう感じがまあするわけです。でそこからもう完全に自学士官が出てきちゃって、それ以後はなんかですね日本はダメだと。で今回私はですね、日本が原爆に成功してたっていうようなことがもしあったとすればですね、これもやはり非常に日本がやるべきことをやってたんだなっていうのが分かる。やっぱり日本を完全に守るっていうことはやはり、まあ、最後までですねこの軍人としてやるべきことですから、まあその辺がですね、今またやっぱり歴史を書き換える必要があるかなという感じを非常に持ってるんで、まあまあ宣伝じゃないですけど、これもそういうことをちょっと書いてあるんですが、いずれにしてもですね、OSS 計画なんかを見ると、まあ、日本をそのまま社会主義国にしようということで、かなり彼らもルーズベルトも最初から考えているということは分かるんですね。でルーズベルト自体が、まあ、ある意味で社会主義者ですから、でソ連と非常に結託してたわけですね。ですからソ連もそれを知っていて、まあ、日本をこ うまく将来は社会主義化できるかというふうに思っていた。それから中に近衛とかですね、まあ、かなりの人が社会主義を勉強してたということも分かるわけで、ですから彼を共産主義者という必要ないんで、近衛上層文っていうのはかなりやっぱり天皇に対してですね、こういうことを警戒すべきだということを言ってるわけで、まあその辺がですね、ちょっとまあこれからですね、
まあ、再検討すべき問題だろうと思うんですね。まあ、いずれにしてもですね、こういうものがまだまだこういろんな意味で分かってない部分があると。原爆はやってたっていうようなことがもし出たとすれば、これはもう最終的にそれだけの力があったということもあるわけで、まあそこはですね、まだ仮説ですけれども、結構そういう意味ではドイツと日本っていうのを比べることはできないんだなというふうに私はまあ思ってるわけです。で今年ですね、実を言うとマルクスのですね、これちょっとマルクスの生誕200年記念だということも、これもあんまり日本では知られてないんで、今言った問題全体、あるいはさっき言ったように日本を社会主義化するということ、それから現代でも中国が、まあ、シナがですね社会主義になってる、あるいは共産主義化していると、北朝鮮が共産主義の国であるというようなことが未だにですね強くマルクス主義の影響っていうのは強いわけですが、ですからこれが一体 何なんだか、どういう意味を持っているのかっていうことをちょっとやっぱり検討せざるを得ないということで、まあ、マルクス生誕200周年の今年ですね、まあ、国史学会でまあやるぐらいの主題というか、まあ、マルクスをやるというのもおかしなことだろうと思うんで、まあ、国史学会ではやらないんで提案もしなかったんですが、まあ、このつまりその日本に戦争を仕掛けたのが社会主義化するためだった、あるいは社会主義者がやったんだということをですね、これが非常に重要な問題であるわけですね。これはまたあんまり知られてないんですね。馬淵さんがそういう本を出されてるんですけども、あの方の本は中国を社会主義化するために日本を利用したみたいなことをちょっと書いてあるように思えたんですが、私はそうじゃなくて、日本そのものを社会主義化するためにやったんだということが、これはもうはっきりしてるんですね。で、OSS 計画で何を書いてるかっていうと、完全に日本を階級に分裂させると。で、マイノリティにいろんな事件を起こさせて、日本をですね、混乱させると。で、それは明らかに革命の前兆を作るということだろうと思うんですね。で、そういうことでですね、まあ20世紀っていうのは確かにもうある意味で階級闘争、あるいはこういうですねイデオロギーによって作ろうとされた時代なんですね。作ろうとされた時代なんで、結局ソ連がそうでしょ。でソ連がやはりマルクス主義あるいは階級闘争っていうかですね、このそういう結果として生まれたような錯覚を与えているわけですが、まあ、少なくともそういうですねソ連が作られた、そして中国も社会主義化した、まあ、朝鮮も北朝鮮はまだ残っていると。であと東欧が全部ですねソ連の崩壊と同時に全部社会主義が崩壊していくということがあって、それが1990年代前後に全部行われてですね、で最近まあちょっと東欧にも行ってきたんですけども、全部今もうそれを全部忘れようとして必死になってですね、でロシアソ連憎し社会主義憎しというですね、これはもうですからここ10年の彼ら東欧の、まあ、最近は私はまあリトアニアに行ってきたんですけど、リトアニアももう本当に綺麗になってですね、忘れようとしている、社会主義を最もですから教会も全部復興してですね、観光地としてですね、全てが明るくなっている。ですからこういう事態はいかにマルクス主義というものがですね、こう20世紀を悪くしたかっていうかですね、まあ非常に
ある種の壊滅的に社会を変えようとしたということがあって、まあ、それを唯一免れている格好なのが日本なんですね。これ不思議なんです。で、この日本っていうのが、まあ、天皇が残られている、残されているということは、これはもう完全に一番重要なことなんです。これが本当はですね、一番あのこういう天皇制とか王制とかっていうのは、一番最初にぶ、まあ、崩壊させるのがマルクス主義であるわけですが、これがちゃんと残ってるっていうこと自体のですね、あの、まあ、戦後の皇室がかなりあの危なくなった、危なかったっていうことも分かるんですが、しかしもう見事に切り抜けて、来られてですね、あの、まあ、おそらく美智子妃がキリスト教徒を捨てられたようにですね、政子妃も近代人の個人主義を捨てられたと思いますね。ですから、そういうふうにこう日本の天皇家のですね、慣行っていうものがあのまたあおそらく貫かれるだろうというふうな感じがあのするわけです。で、それを見ていると、日本っていうのはですね、唯一それがあの、まあ、さっき言った日本は敗戦したんではないと、戦争を終えたんであって、で、確かにたくさんの方は亡くなられましたけれども、私に言わせればですね、天皇が残られているなら、天皇のために戦争をして、やっぱり軍事的には負けたということは申し訳ないという意味でですね、おそらくあの軍人たちはあの所用として東京裁判を受けてたと思うんですね。ですから、あのそういう意味では天皇が残られたということは大変なことだったということだろうと思うんです。で戦後あんまり敗北感がなかったっていうのは、やっぱりあのおそらくそういうことだったんだろうと、まあ、何度も思い出すんですね。で、まあ、それ以降、特に90年、80年以降ですね、あの日本が負けたっていうことを左翼が強く言い始めて、あの、まあ、そこから南京虐殺も、それからあの要するに従軍慰安婦の問題もどんどん出てきたわけですね。ところが、それ以前はほとんど言ってなかったんです。だから南京虐殺さんっていうのはもう作られたっていうことがはっきりしているわけですが、まあ1970年以降そういうことが起きてきたということは失礼、一体どういうことなのかということですね。で、私はやっぱりあのマルクス主義っていう問題がですね、まあこれがあの西洋のある種の没落ということを招いた。これはあの西洋の没落っていうのは、ちょうど今100年前のですね、シュペングラーっていう人が言ったわけですね。で、これはまあなんていうか、文化あるいは文明がこうダメになったっていうことをシュペングラーが言ってるし、あの美術もあらゆる文化がですね、こう今はほとんど創造的じゃないと。で、そういうことをまあ出版から言ったんですけれども、それは何があったかっていうと、ちょうど出版ぐらいが出た時にソ連ができた、つまりロシア革命ができた。そして第一次大戦、第二大戦という、こういわゆるこういう今までなかった世界っていう名がついた戦争がですね、あったという。これは非常に重要なことなんです。つまり世界という名前をついた戦争というのは何かというと、これはインターナショナルな国際戦争なんですね。で、これこそがですね、実を言うとマルクスの意図したことなんです。あるいはマルクス主義のですね、こう狙ったことで、つまりインターナショナルに世界を変えていくということですね。まあ今グローバリゼーションという言葉であの使われてますけれども、これもですね、グローバリゼーションという言葉も今は経済用語に使われているようですけれども、それとこれはまた昔はまあインターナショナル、あるいは世界革命というかですね、こうトロッキーの世界革命とこう愛はしているわけですね。で、これもですね、あの本当は
やはり今ちょっとトランプがですね、ちょっとあれ気がついたら、トランプっていうのはですね、今北朝鮮と妥協しようとする、あるいはまあ核廃棄をまあいわゆる全自的にやってもまあいいというふうに許し始めたような雰囲気があるという、これはまあ、どう変わるかあれですけれども、どうもそういう雰囲気があって会談をやるわけですね。向こうはもう核廃棄をやるっていうことを言ってるわけですから、あとは段階的にやるかすぐまあ、全部廃棄するか、まあ、すぐ廃棄することは無理だということになると115年ぐらいかかるということになるわけですね。でいずれにしてもそれをこうやめさせるっていうことはもう取り付けたと。ですからやはりあとはですね、まあ体制を維持するようなことを約束するみたいなことを向こうが言ってきて、約束させるっていうことを言ってるわけですが、このトランプにはですね、全然あの国が社会主義国であると、あるいは共産主義の圧政の国であるということの感覚が、そういう言葉がないんですね。これはおかしいことです。ですから結局そういうこうマルクス主義っていうようなことがもう、あるいは共産主義のこの暴力性と非常にまあ、ご存じのように全体主義のですね、ひどさ、まさにこれは今中国でも北朝鮮でもあって、まさに共産主義はそういう悪い面をですね、敵に見せているわけですが、それをですね何ら批判しないで、問題はですねただ経済問題になっているんですね。それはどういうことかっていうと、北朝鮮も中国も実を言うとグローバルユダヤのグローバル主義のまあ一つの推進によって、ああいう多国籍企業っていうものを推進することによって、で中国の安い労働力を利用すると、それから北朝鮮も原爆を持ってるぞ、あるいは核を持ってるぞっていう言わせるような、まあ、各国にですねグローバリゼーションを許すという、それぞれがですねいわゆるこうアメリカ中心主義とかですね、ナショナリズムっていうものを、結局アメリカ中心のグローバリゼーションでやろうとした結果、中国と北朝鮮も一応そういう今までこれだけのですね核を持ってるとか、あるいは中国はもう世界経済大国になったとかですね、そういうことで確かにグローバルユダヤが、あるいはそういうこの金融資本がですね作り出したということは、まあ皆さんもお分かりになってると思うんですよね。でこういうことがですね、今やめようじゃないかと、このグローバルユダヤっていうのが手を引き始めたっていうことが両方に言えるわけです。で、ですからね、これで北朝鮮はものすごく大慌てになってるわけですね。で、彼らのそういうこうグローバルユダヤが手を引くっていうことになると、これはもう今までの根拠がなくなってくるわけです。で、ですからあらゆることでですね、お金がなくなるということで、まあ、今回もシンガポールのホテル代さえ出せないみたいなこと、あれはもうある種の典型ですよね。もう金もない、どっかで稼いでいいかわからないというような状態がある程度出てきたと。これまではですね、やっぱりグローバル、まあアメリカっていうことをよく言うんですけど、やっぱり基本的にこれから言いますけどね、ユダヤっていうことによって彼らの民族性ですね、彼らの国家っていうものをどうでもいいと、つまり経済だけが重要だっていう、その言い方そのものがやっぱりユダヤ的なものなんですね。だから国家っていうのは二次的な問題で、あるいは国家っていうのを否定するということで、経済だけでいくというそういう、こう視野が
世界を少なくとも作ってきたわけですね。ですからできる限り皆さんも日本国家なんていうこんな国史なんて言っちゃいけないと、日本史だ日本史だって言ってやってるわけですね。つまり国家というものをダメだと、それから宗教もダメだということで、 あるいは文化伝統がもうダメだということをこう言うことによって戦後ずっと来たわけです。ところがトランプは逆に言うとそういうことがですね、ナショナリズムだけが分かってですね、で結局そのグローバルユダヤが結局共産主義を国家を作ったんだっていうことまで分かってないっていうことが問題なんですね。ですから民主党政権だったらまだですね、おそらく人権だなんだって必ず言うと思うんですね。こう北朝鮮はおかしいというそういうところで少しは言って言うだろうと。トランプは一切言わないっていうところはもうこうなると世界は経済だけだっていうそういうことですよね。だから経済と軍事がくっついて、あとはイスラエル中心でやろうと。で本当はイスラエル中心でやるっていうことはイランを、だからイランに対しては厳しいですよね。イランなんていうのは核を作ってるとは思えないぐらいに、あるいは核合意をしているわけですから、すでに。ですからもうあそこを攻めるっていうことは必要ないんだというふうに、まあ、少なくともトランプ前のオバマまではそう言ってたところが、トランプはそれを脱退したとか、そしてあそこは持ってるに違いないと、持ってるはずだと。で結局まあそれをですね、ネタニヤフがちゃんと証明したというようなことを言って、まあ、イランはやるつもりだと。しかし北朝鮮は、まあ、核を捨てるって言っただけでおしまいにしようという雰囲気が今出てきたのね。で問題は我々としてはですね、あそこに共産主義の国があると。まだ、ね、共産主義ったってなんだ、単なる全体主義ですよね。全体主義の圧政主義で、個人崇拝という最悪のですね形態なんですね、あれは。そういうのをで、そこに拉致も入ってるわけですよ。他の国のにあれをですね、国民を連れていくような、そういうことは平気であると。麻薬まで取引をしているような、まあおかしなですね国だということになると、その国自体が共産主義の国であるということの、まあ、悪い意味でですね、そういう全体主義の国になっている。だから中国もそう なりつつある、あるいはなっているね。これもですから経済だけで考えると、トランプはまあいいやと、核を捨てるんだからと。それから中国もまあもう助けないけれども、しかしまあそれをですね、今だから中国に対しては非常に強く出て始めたのは経済戦争なんですね。経済戦争で今まで利益を与えすぎたということを言ってるわけです。でアメリカはみんな損してるというふうに思ってですね、今の G7 もそういうことで全部こう関税をかけるみたいなことを言い始めてる。つまりあれはですね、結局トランプが、まあ、下のクシュナーとかですね、ロスとかもほとんど財務長官、まあ、商務長官、全部ユダヤ人ですから、まあ、そういう人たちと組んでイスラエル擁護に守るっていうことで、まあ、徹底し始めたんだなという感じはちょっとするわけです。でしかしですね、これはやはり問題はですね、こういうことがこうどういうふうになっていくかっていう問題は、やはり忘れてはいけないのは、あそこが共産主義の国であると。まあ少なくとも共産主義じゃないんですけど、まあまあ理想的には貸してるわけじゃなくて、悪い面ばっかしが出ている、いわゆるこの、まあ、全体主義の国であると。でああいう三代目のですね、あんな独裁者が出てるなんていうこと自体が、まあ、全くおかしいわけです。それから中国もやはりこうもう
いわゆるそのそういう独裁国家になりつつあるわけですが、しかし経済的にですね、両方はもうガタガタなんですね。ですからそのガタガタのところをさらにあのガタガタにしようということが、まあ今あのトランプによって行われているんだなということがまあわかるわけですが、まあそれをですね、日本に援助するように肩代わりするというようなことがあってもですね、やっぱり日本はぜひそれは拒否すべきだろうと、ね、やっぱりこういう国は大体崩壊、自己崩壊している。これはまあ東欧がそうでしたからね、中国、あのソ連もそうでしたから、まあ、そういうふうになるようにですね、あの仕向けるべきだというふうに思われるわけです。でいずれにしてもですね、このマルクス主義っていうものが未だにこうその悪い面がずっと残ってるっていう問題ね。じゃあもともとマルクスっていうのはどこが悪かったんだっていうことですよ。でこれをちょっとですね、今日お話したいと思うんですね。この最初のページのですね、後ろから3行目のところにですね、ところがマルクス氏の思想の本質はですね、これはあのマルクスそのものが、彼はあの若い時の成績を見ると哲学とか文学の方が優れてるんですね。でもともとこの人はですね、あのラビの家庭なんです。あの18世紀の終わり頃からあのこのまあ、ここにもあの書きましたけれども、1行目、2行目、ここですね。その3枚目はどこだろう。まあ、いずれにしてもトゥリエっていう、あのこの人はですね、あのちょうどベルギーの北のところの小さな町にあの住んでたわけですね。でこの人の、まあ、若い時の、まあ、小学校ぐらいまではよく分からないんですけれども、いずれにしてもですね、このお父さんはあの、まあ、プロテスタントで改宗しているわけですね。で改宗してですね、あのしかしもともとはあのラビって言いまして、これはあのシナゴーグあるいはまああのユダヤ人たちがグループを組んで必ずそこにある種の指導者っていうかですね、そういう人を作るわけですが、それのですね、あの家系でもあるわけですね。でお母さんもそういう家系であるわけです。ただあの人はあのベルギーかな、あのトゥリアのところだけで生まれたんではなくて、まあ移民というかですね、あのの子なんですけども、いずれにしてもですね、マルクスっていう存在が確かにあのマルクあのユダヤ人を批判をしていて、この自分はもうあのユダヤ人、まあのまあ、プロテスタントとしてですね、お父さんで、まあ、ユダヤ教ではないんですけど、あのしかし思考方法っていうのがですね、まあ、何度も言うようにあのユダヤ人ってはあの日本人と全く違って、あの国家観が全くないっていうかですね、それをあの最初からもう否定するということがですね、あの非常に重要なあの、まあ、思考方法なんです。で、この3枚目がここにですね、ちょっとあのここに黒さんが、ま、番号をつけてきたのをちょっともう一回確認したいんですけど、1が、まあ、この最初のページの左側ですね、から2番目が右側なんですね。で今ちょっと読み出したところのですね、このマルクスはやっぱりそういうこのラビの家庭だ。それ何かっていうと、ユダヤ思想を説く、あの、まあ、ある意味での家系であるということはですね、
経済学者じゃないんですね、最初から。で、経済的な商業をやるというロシアイド家の人みたいな、そういう立場ではなくて、思想的にですね、考える家系というかですね、そういうことなんです。ですから経済学よりむしろですね、哲学的な啓蒙主義をベースにした人で、マルクス自身ですね、彼の父親ハインリヒは哲学的な素養を持つユダヤ的な知識人で、ラビの家系である。で、そういう哲学的な環境で育ったと。で、このことがですね、ちょっと面白いのは、よく言われるんですけれども、マルクスっていうのはですね、結局ヘーゲル を経済的に語ったんだとかね、それからリカードをね、革命家として語ったんだというような、つまり全部何かに寄ってるんですね。でヘーゲルの、彼は哲学的な追随者でもあるわけです。ヘーゲルって何かっていうと、ある意味で進歩史観、あるいは西洋中心主義なんですね。ですからもう本当にである種の絶対精神というものがあって、それが実現するのが歴史だみたいなことを言う、今考えるとちょっとおかしな、我々から言わせるとおかしな思想なんですけども、それでドイツがもうすでに近代になってでですね、でもうこれです歴史は終わりだって言った人なんですね。でそれを継いでいるのが、マルクスであるわけです。それから同時に労働価値とか生産価値の問題を言い出始めたのは、これは経済学者でリカードとかですね、あるいは古典経済学でアダム・スミス以来の経済学があるわけですが、それを継いでいるわけですね。労働価値っていうのは非常に重要視するわけです。ですから、そういう意味でですね、彼の基本はですね、何かっていうと、実は言うとこの世がですね、を解放すること、つまり精神的に解放することを、つまり哲学的な思想的なところから、まず彼の思想形成ができているということなんですね。これは重要なことでですね、初めから経済学者で、資本主義を分析した上で、この機構はどういう社会機構、社会の構造になっているかということを分析した上で、社会これが社会主義になると資本主義は崩壊するというようなこと、資本主義は必ず労働価値と生産価値の矛盾から、あるいは常用価値のですね、そういうこの価値の、要するに労働者が必ずその犠牲になるという格差が必ず起きてですね、そういうことが資本主義には必ず起こるわけで、ですからもうこれはもう資本主義はおのずからその労働者が立ち上がって崩壊するという、そういう思想になるわけです。ところがそれはですね、リカードに言わせればそういうものはずっと続いてもいいんだということになるわけね。ところがそこにそういう最初から革命思想を入れて思う、あるいは解放思想を入れているためにですね、それをいくらでも解釈し直しちゃうわけです。で、これまでの哲学者はみんな思想をただ解釈してきただけだと。で、これはですね、やはりこれをですね、やっぱり行動してその変革すべきだっていうことを言い出したのもマルクスさんね。だから最初から変革すべきだっていうことがあって、さまざまな思想を利用していくという、そういうことがマルクス主義なんですね。ですからね、資本論だけ読むと、なんかそれでこれだけよくやったなということで、みんな要するに共産主義者になっちゃうんですけども、その前にですね、彼はそういうことではなくて、人間を解放するというこのユダヤ的なラビの思想があると。
いうことがですね、あるからこそそういう解釈ができる。で、例えばケインズなんかっていうのはですね、結局需要と供給の問題だけだということを言ってるわけですね。この価値っていうのは、それで決まるんだ。ところがこっちは労働価値ということを言って、労働者が働いても働いてもそれが価値に合わない、いわゆる給料しかもらえないというようなことがですね、基本的にもう最初からそういう前提として語り始めるわけです。で、そのことがですね、やっぱりもともとそのマルクス主義はですね、結局理論だけであって現実というものを見てないということになるわけですね。で、それが結局例えばイギリスにですね、一番進んでいた資本主義の国に何一つ共産主義の共産党さえも、ほとんど非合法化されてですね、結局革命一つ起こらないと、起こったのはそのロシアだけだということになるわけです。ですからこういうですね、考え方そのものがマルクスそのものに原因としてあるわけですね。で、ですから最初にですね、彼はある意味で哲学の人であったっていう。で、終末論的なですね、思想を持つということによって、また経済学を見るとね。ですから、そういう価値の問題っていうのは、もう経済学者が言っていて、リカードもそうですけれども、それを社会主義者として見るということを、で、経済学者としてヘーゲルを見る、そういうことがですね、マルクスの基本的な理論の嘘があるというね。ですから、結果的にもう今ですね、マルクス主義者っていうのはもうマルクス主義者っていう人いないんですよ、実を言うとね。ほとんどもう今、左翼っていう言葉を言われるのが大嫌いで、大嫌いというか怖くてですね、みんなリベラルとか言ってますけど、私のリベラルの本を見れば、リベラルの根底はみんな左翼である、つまりマルクス主義があるということですね。そういうことをもうはっきり言ってるんで、もう今はもう右と左の人は一生懸命もう右も左もないみたいなことを言い始めてですね、これはもう明らかに彼らの寄って立つマルクス主義が全くこう有効でないということがほとんど分かってるということになるわけです。しかしですね、今年文藝春秋の日本の歴史のなんか特集をやってですね、先月号かな、で東大の女性の先生が共産主義マルクス主義をまだ口にしてるんですね。で、実を言うとですね、我々教科書運動をやってるんですけども、後の 7つの教科書はですね、まだマルクス主義なんですよ。で、いわゆるこうつまり貧富の差がいつもあった、常にそこに争いがあったみたいなことを、こう一生懸命そういう部分を一生懸命取り出してですね、書いてるんです。で、これはいずれ日本史観の確立という本は最低版を出しますけど、教科書を見ればみんなそうなんですね。もうで、これはどういうことなのかと。もう今はみんなマルクス主義に自信を失ってるんだけども、教科書だけは頑張ってるっていうのはないですこれをですね、これはもう結局ちょっと東大のちょっとこういうのは先生言ったら、もうね、歴史は今はもうご存じの応仁の乱もそうですけど、みんなマルクス主義を捨ててると、みんな個々の事態だけを研究してると。しかし実を言うと、全部歴史をこう全体を見るグランドテオリー、これも何度も私は言ってますけど、グランドテオリーはマルクス主義以外ないっていうんですよね。ですから全体の日本の歴史を書くときはマルクス主義にならざるを得ないということを言ってる。で、じゃあお前たちなんで作らないんだと。特に日本なんかはですね、マルクス主義ではもう天皇の存在なんてわからないじゃないかと。とはそれはもうこの前も言ったようにですね、天皇のことは言わないと決めてるんです。
ですから司馬遼太郎なんかもあんな歴史を書いててですね、まあ皆さんも不安な方多いと思うんです。一切天皇のこと言ってないんです。それから磯田さんって若い人がまあいっぱい書いてるんですけど、あの方も天皇のことは一切言わない。だからつまり肝心なことを言わないで、ですね、説明しないで日本のことなんて語れっこないですよね。これはもうある意味で精神的な存在だし、そして同時になぜ人々が全部それを容認してあるいは守ってきたか。で今回の戦争だってですね、天皇のために死ぬっていうことがあったわけですが、なぜそれだけのことができたかっていう問題が左翼にはすっかり抜けてるんですよ。ですからその教科書にも天皇のことは一切抜けてるんですね。そういう問題が、それをですね、きちんと見ようじゃないかということが、まあこれもそうですけれども、それからまあ世界の誇りであるということをどうやって言うのかというものだよね。まあこれはですから今否定している人が多いからですね、これを言うとまるで遅れたことを言うようになって雰囲気がありますけれども、まあ実を言うと結局マルクス主義を否定するっていう見方っていうのはまさに天皇がおられるということ一つで十分なんですね。ああいう権力者がですねずっといてですね、そしてほとんど守る必要がないと、まあご存じのように皇居の周りはまあお堀がありますけど、あんなのは今でもいくらでも超えられるわけですね。つまりそういうこうことでなぜ精神的に人々が守ってきたと、今だって左翼の天皇を批判するくせにですね、いざとなるとやっぱり黙っちゃうという、まあ、左翼が多いんですけども、でなんか賞をもらうと会計や天皇とか言ってですね、うやうやしくなんとか賞をもらってくるという、まあ、そういう文化勲章までですね、左翼が多いんですけども、そういうことがどういうことなのかというね、やはりそこがですね、ちょっとマルクスがですね、唯物論っていうことでこう社会を規定したことそのものにですね、間違いがあるわけですね。つまり精神的なものをですね、観客すると宗教もわからない、それから社会もわからないんですよ。あるいは文化もわからない。特に私は文化省をですね、やってるとですね、こんな文化が豊かな国がですね、そんな天皇制の専制国家みたいなのありえないということをはっきり分かるわけです。ですがってもマルクスの基準で言うとですね、そういうこう、まさに封建主義あるいは専制国家にならざるを得ないんですね、こんな権威がいるとですね。ところがそれが全く文化そのものは非常に豊かなものが残ってましてですね、でそういうことから言ってもですね、マルクスは文化を一つも作らなかったんですよ。マルクス以後ですね、彼らの文化は否定だけなんです。だから共産主義の文化をまさに否定して、労働者が立ち上がれっていうこんなことやってるのばっかしが出てるんですけども、誰も立ち上がらなかったのねだからそういうことそのものがですね、いかに空虚な宣伝であったかっていうね。で結局そういうことがですね、やはり文字的に暴露しないといけないんですよ。ですからそういうことがですね、今はもう北朝鮮、中国があんな専制国家あるいはあんな弾圧国家ですよね、そういう国であるっていうことそのものが、もうマルクスそのものが失敗したという以外にないわけです。ところがそれがまだですね、日本で生き残ってるっていうのは、教科書で生き残ってるっていうのはどういうことか。それがですね、フランクフルト学派なんですね。まあ生き延びようとしたマルキストがいるわけです。で、これはですね、これはよく思えば出てきますけれども、ロシア革命が起きた時にご存じのように共産党員の 70% がユダヤ人だったという共産党のですね、共産党委員会、中央委員会の
70% はユダヤ人だったと。これはまあ今はもうほとんど知られていることね。でトロッキーばっかしゃくレーニンそのものも4分の1はユダヤ人であると。でこういう人たちが基本的にですね、革命をやったんだということは、結局そのレーニンが言うようにですね、戦争で混乱している時に軍隊が弾圧する軍隊、労働者が立ち上がってもですね、軍隊があると必ず潰されるわけですね。どんな軍隊でももう組織的にやっている軍隊、これはですからこれが一番憎いわけです。労働者運動にとってはですね。でそれが結局戦争をやると必ず混乱していくと、軍隊はもう疲弊していると。でその後革命やるっていうことがレーニンの革命論なんですね。でそれで見事に成功したっていうかですね、ソ連の場合は成功したわけですが、それは単に革命階級闘争でも何でもないんですよ。みんなあそこはもう農民農業国家ですからね。ですから単なる地主とですね農民の関係だけがあって、ですからあそこはもう全部その地主を全部殺してしまってですね、全部そこに共産党が入ったわけで、ね、でコルフォーズとかですね、ソフォーズとか、5年計画でやり始めたわけ。ところがですね、それはもう全部やっぱり、それからもう一つ一番重要なのはですね、家族を崩壊させようとした。でマルクス主義の一つはですね、実を言うと、ここはなんかページが分かんなくなったんで、これは重要なのは、マルクスの一緒にやってたエンゲルスがですね、家族の問題を非常に扱って、これはもちろん重要なことなんですけれども、で彼はですね、何言ったかっていうと、家族の中に階級があるって言ったんですね。ですからその家父長制っていうのは、で父の全部奴隷であるって言ったの、家族は。そういう極端なことを言ったわけね。でそういうこの家の家族がそんな奴隷制だっていうことを言い始めた時点、これはもうほとんど日本ではですね、ブレックの大会左翼の人たちは、ああ日本もそうだと考えてみればそうだなんて言ってね、自分もそうだなんてやり始めちゃったね。非常に人がいいわけですから、日本人はそういう こう思想に染まりやすいんですね。言葉に染まりやすいんですよ、特にインテリは。で言葉の人ですからね。そうすると現実にはそうじゃないのにね、可愛い子供は可愛くてしょうがないしですね、そんな子供と対立してるわけじゃないし、旦那とですねいつも喧嘩ばっかしてるわけじゃないわけで、そういう奴隷としては思えないわけですね。でそういうことが分かれば、女の嘘だっていうのはすごい分かるんですよ。ところがインテリは家庭から出てですね、都会生活してるもんだから、で大学に通ってるだけだとするとですね、やっぱりどうもそう思えてくるっていうのはですね。ですからみんな大学左翼ができちゃうんです。でそこから生まれるこうでそれが狙いだったの、フランクフルト学派は。フランクフルト学派の狙いっていうのは、もう労働者はなくなったんですね。で大体初めから労働者じゃないんですよ、ソ連だって農民というかですね、一般の農民あるいは職人とかいろんな人たちがいるわけで、そんなものは労働者としてまとめてですね、組合を作って団結せよなんて言えたようなものじゃなかったんですね。だって大工場はないわけですから。でそうしますとですね、全部嘘に嘘を固めていくわけです、言葉でですね。でもっと重要なのはプロパガンダだけをすると。でこのことが大事なフランクフルト学派で一番重要なのは情報である。情報も戦争である、情報も闘争である。だ情報で振り回せということをこういうわけで、こっちの情報こっちの情報を入れて混乱させろということをはっきり言ってるんですよ。例えば OSS 計画でもそれなんで、明らかにフランクフルト学派がやったっていうのがよくわかるんです。社会を分裂させようということがまず第一だと。で今までだったら分裂の上にですね革命を起こそうというのがあるんですけど、それはもうないんです。ですから日本はですね、日本は大体
基本的に講座派が言ってるような二段階革命でやろうということで、大体日本を考えてたわけですね。で、結局最初は市民革命を起こして、で、天皇を象徴とするっていうのもそういう意味なんです。つまり天皇が統治者であるということは明治憲法に書いてあるわけね。統帥者だ、あるいは統治者だと書いてあるんですね。まあでもこれはまあ実態ではそうじゃなくて、まさにその保湿する周りのですね、官僚たちにの上に立っているということだけであるわけですけれども、しかし今度はですね、 OSS 計画にあるように象徴であるということを言うことによって実体ではないと、天皇そのものには力がなくても単なる象徴であると、ある意味で幽霊であるというような言い方なんです、これはね。ところが日本人はそう、またこれも人がいいもんですから、象徴というのは結構立派な言葉だと、実体があるはずだと。で、この言葉を使えば明治憲法、明治天皇とやってることをそのまま繰り返してもいいんだというふうに受け取ったんですね。で、今ほとんどですね、天皇のおやりになっていることは明治憲法、明治天皇、天皇、大正天皇をやっていることと同じことをやられているんです。で、大嘗祭もやられているしですね、このいわゆる宮中三殿というのが非常に重要でですね、そういう祭祀をずっとおやりになっている。これは戦後の、まあ、神道司令ですね、この国家から離れました。で、それはもう明らかに私的な行為であるということになったんですけれども、しかしそういうことをずっとやられているわけですね。で、つまりそんなことはいいんだという伝統と文化の方が大事なんだということがずっと貫かれているんですよね。だからそういうことがですね、やはり重要なことであって、ですからね、今のフランクフルト学派っていうのはまさにそういうこの次のものが何かっていうことを言えなくなったっていう、労働者が革命を起こし共産主義に行くんだということが、もう共産主義の部分、社会主義の部分がほとんど自信を失ってるわけよね。で、これはまあソ連がまあ明らかにそうだった。で、最初は宣伝で5カ年計画がうまくいってると、これフォースソフォーズですね。で、軍事的にも非常に立派になった。で、その軍事競争だけが戦後突出したわけです。で、それでこうあたかも強国であるかのごとく面構えをしたんですけれども、まあそれが崩壊していったっていうことは分かるけど、分かりますが、実を言うとね、戦争する気なんかもないんですよ。力がないんです。軍隊がいくら立派でもですね、戦争するっていうことは別のことなんです。これはものすごい戦時予算というのは必要ですし、ね、それから大体国民が戦う気にならないとダメなんですね。ほら、こんなに貧乏でですね、疲弊しちゃってる国が戦争なんかできっこないじゃないですか。だからそういうことがですね、今北朝鮮にもあるんですよ。皆さん北朝鮮がやってくるんじゃないかと思ってるでしょ。中国もやってくるんじゃないか。とんでもない。こういう国はそういうことは不可能なんです。なぜかというと、それを金を出してくれる大資本がいない限りはですね、戦費なんていうのはものすごいかかるわけですよね。で、ちょっと動くでもものすごいかかるわけです。で、そんなお金はないわけです、彼らは。で、今も精一杯国を保つのに精一杯ですし、また国もさえも保てなくなっているという、非常にこう共産主義がこう計画的にやるとですね、必ずそれはもう現実とこう齟齬してくるに決まってるんですよ。だからもうそこら中に廃墟が、ビルの廃墟がいっぱい出てくるのは、需要と供給の関係でやってないからなんですね。だからそういうこの資本主義のもともとのそういう需要と関係、供給の需給の関係っていうのを基づけばですね、資本主義はずっと続くわけですよ、ケインズが言ってるように。だからそういうことがですね、共産主義者にはもうわからない、ね。だからそれは決して、それは結局ですね、イデオロギーだから、つまりマルクスが最初から解放、人間を解放しようというそういう
あるいはこの終末論、つまりこの世は終わるだろうという、まあ、ユダヤ教的な考えで、ユダヤ結局神が始めた以上はいつか終わるだろうという終末論が、まあ、キリスト教徒もそういう思想を受け入れざるを得なかったね。まあ、しかしやはりそういうことがですね、嘘だっていうことが分かってくる。で、私はまあ、まあ宣伝するのはあれですけど、今もう一つ本を書いていて、日本を肯定するっていうのを書いてあるね。日本人の肯定っていう本を、肯定するっていう、それはどういうことかっていうと、日本人の持っている思想がおそらく世界で一番重要で一番正しいだろうと思ってるから。それ何かっていうと自然道なんですよ。だからユダヤ人みたいに最初が神が作ったら、最後は裁判、最後の審判が起きてですね、人々が地獄行ったり極楽行ったりするようになるという、まあ、キリスト教徒は全部そう思わざるを得ないんですよ。聖書にそう書いてあるから。まあそれはまあ嘘だろうとみんな思ってはいるんですけどもね、一応キリスト教徒はみんなそう思ってる。で、大体まあこのそういう終末論っていうのが必ず西洋人にあるわけだね。ところが日本人はそれないんですよ。よく考えてるんですよ。皆さんこの世が終わるなんて考えたことない。まあ向こうが言ってるからそうだろうと思ってるだけであってですね、日本は自然史しかないんですよ。自然史しか。だから自然がそういうふうになっていくと、人々が、人間が生まれたのもそういう自然から生まれてるわけ。しかしそれがどうやって生まれたかわからない。だから古事記には混沌とした中で最初の神が立ったというだけのことしか書いてないですね。だからその理由は何も書いてないです。なぜその混沌としたものから最初の一足裏が、天の中野の死が出てきたかっていうのは書いてないんですよ。つまり書けないんですよ、そんなことは。だから書く必要もないんです。で、向こうは神が全部作ったことになって、最初から神が作られた。太陽も月も全部太陽が神も作られた。だから時も、だから昼夜、朝昼夕夜も神が作られたね。だから日本はそうじゃない。お天道様のおって沈むっていうことだけの問題だね。まあだけの問題じゃなくて、そこに農業が絡めばですね、まあ、あらゆることが、まあ、そこに結びつくわけですが、自然があるっていうことだけなんですよ、日本はね。ですから自然史であるっていうことだと、もう最初も終わりもないんですよ、ずっと。で、そこにちょうどこう日本人、人間がこう当てはまってきてるっていうだけの問題でですね。だから人間ができる限りこう英知を絞ってですね、こう人間の文化を作って、そしてそれがいつまで続くかわからない。だから日本人の時間感覚っていうのは春夏秋冬だけなんですよ、実を言うとね、もともとは。ところが今文科省も全部その西洋歴でやれっていうことになってですね、おかしなことを言い始めてですね、で縦の感覚が出てきたわけです。で、この、で、毎年1年ずつ増えてきてるっていうことになったわけですが、ちょっと面白いのはですね、私は、まあ、正月のですね、まあ、私は大体正月は外国に行って過ごすことが多いんですけども、要するに神社に初詣するっていうことがですね、でこの初詣の行為っていうのはですね、左翼学者、まあ、まあ左翼ってあまり言っちゃうと彼らもあれですから、まあ言わないようにしますけども、要するにあれは明治からできたみたいなこと言うんですね、初詣は。そうするとですね、あれは人工的だっていうことをしきりに言いたがるんですね。ところがですね、これほど9000万か何人かみんな初詣に行くわけ、日本人は。だから大体全部行くんですね、仏教徒もキリスト教徒も、なんだか、まあ、全ての自分はまあ宗教なんて関係ないみたいな人もみんな初詣に行くわけです。そしてあそこで何かですね、新しい空気を感じるんだよね。
で、まあ、私はだから外国に行って正月を迎えるとその空気がないんですね、不思議に。ですからたまたま会った日本人に正月ですねって言ってもどうもあんまりこう昨日は花火上がっただけだなんて言って、まあそういうこう新しい空気っていう感じがない。ところが日本に帰ってきますとですね、正月1日になると何か新しい空気を感じるという、それはですねこうその縦のいわゆる年代というものに慣れてきた日本人がそれを逆にうまく利用してるんですね。つまり新しい年である。そうすると新しいことが何かあるんじゃないかという感覚を持つ。そしてじゃあ気分を新たにしようじゃないかという気持ちになる。これがですね見事に単なる春夏春冬で春になった嬉しいというんではなくて、正月という、ね、寒い時期に昔だったら初春っていうんですけども、それを初詣っていうね新しい年として捉えるというそういう感覚を作ってしまったっていうふうに思えるんですね。これは見事なですね適応なんですよ。ですからやはりそういう新しい時間を新しい時間をもらうっていうかですね、それから何かを作ろうとする、何かを始めようとする、そういう雰囲気を日本人はそのまま作ってしまったというようなものがおそらく初詣だろうと。ですから大体初詣以外は大体宗教的行為をやったことないなんていうのが多いんですよね。ところが私はあれが神道の自然信仰を、自然信仰というのは時間も含めてんですよ。それの表れだろうというふうに思ってる。ですから何もこうそれでもって何か作ろう、何か国家で目標を立てて今年はなんて、そんなこと誰も言わないですよね。だけどもあそこ行って新しい気分になるっていうことは、新しい暦に適応した日本人のですね、まあ一つの神道のある種のそのままをこう表したもので、まあある種の適応だと思うね。ですからおそらく江戸までは春夏秋冬が大事であって、こう縦の線の1年また経ったっていうような感じ、まあ皆さんはしきりにですね年が経つの早いなっていうばっかし言うでしょう。もう今日もう6月だなんて必ずそういうことを言うのは、こう西洋歴に慣れてるんですよね。西洋歴だとどんどん経っていくという感じが、まあ本当にそれだけのことをやったかなんて思うとですね、忸怩たるものがあるということで、100年生きても、ね、あっという間だっていうようなことばっかし言うのは、結局そういうことが縦の軸でしか考えられないから。ところが江戸時代まではですね、春夏春冬、これは何回積み重ねてきたかっていうことを思い出すわけですね。でそうするとですね、まあこれだけ生きてきたよかったっていうのは、もうそろそろ土に帰ろうというふうな、そういう思いになるわけですが、今は逆に言うと時間を経つということをちょっとやっぱり西洋的になりすぎてるっていうかね、まああれですよね、私もこうやって風邪ひいちゃったんですけど結局これは冷房なんですよ。冷房でね、喉がやられちゃう。昔だったらこんなもんないですからね。今日私の受験勉強の時はバケツに足を突っ込んでですね勉強してましたけど、つまりこういう冷房によって季節感は全くなくなるっていうことはあるんですけれども、やはりそれに適応する新しい感覚、それはやっぱり同じように自然史に関係してると思うね。ですから自然信仰っていうのをどっかにこう割り当てていこうというような、そういうことがずっとあって、ですからやはり伝統と文化は続いていくと。で必ず天皇があそこにね手を振られるということで、まあ私も戦後行ってたんですけども、そのうち行かなくなっちゃったんですけど、また時々行ってるんですが、やはりそういうことがですね、こう一つの区切りとなっていくというようなことが、やはり
日本のこう新しい文化への新しい状況への適応だろうと思うんですね。で、まあ、あのマルクス批判というのから、まあ、ちょっとあの忘れたようなところがあるんですけど、そうではなくて、マルクスがやっぱりそういう自然史を忘れてるっていうことが問題なんですよ。ですから自然史とか、あるいはですね、文化史、そういうこう精神史っていうものを忘れるっていうことは、まあ彼は宗教はアヘンであるということを言ってですね、そのもうバカにしたわけですね。完全にこう精神、それはもうそれをも作らせる、それをこう作らせることがおかしなことだと。なんでそれはもう阻害されてる。それがこう基本的にですね、社会が悪いからだというふうなことを言うわけです、ね。でちょっとあの面白いのは、彼はですね、あの若い時にこういうことを言ってですね、あの皆さんが卒論にですね、彼は何を書いたかというと、あの職業選択に際しての一青年の考察という本で、これが卒論なんですね、彼のマルクス。でこのマルクスの卒論を読むとですね、あの職業選択するときは、これはだから何かというとですね、あの皆さんの場合は、まあおそらくこれが好きだから、演劇が好きだとかね、あの勉強が好きだから大学残るとか、あるいはあの自分はまあ演劇が好きだとか、あるいはまあそれにないよりもなんかあの理科系の実験が好きだとかね、そういうそれぞれのある種の好みっていうかね、で選ぶはずなんですね。だけど彼が言うにはですね、最初からこう言うんですよ。その人の階級が思想を作り、そこから職業も選択すると決まってくると。で、こっからですね、ある意味ではまあ EH カーなんか言うのはですね、これはもう最初からこの人は、あの要するに社会が人を作ると。だから階級があれば、その属している階級の思考パターンに全部陥るというようなことで、要するに境遇がですね、人間を作ると。だからこれはそれによってですね、人間が奴隷になったり、人間がですね、やはりまあ圧政のもとに置かれたりですね、結局そういう境遇の人はみんなやっぱり次の職業までそういうものを作るという、まあそういう考え方になるわけ。自分の自己意志っていうのを全然無視するわけで、これがですね、あのマルクス主義の一番欠点なわけですね。つまり全部境こういわゆるその環境が人を全てを決定すると、あるいはその階級に属すればその階級の考え方に全部それになると。いまだにそのカルチャルスタディーズなんていうマルクス主義者の研究家みんなそうやってるわけ ですから、面白いのは作る会の運動をやった時ですね、あの慶応のまさにあのフランクフルト学会の学者が何て言ったかっていうと、作る会の運動をやってるやつは貧しい階級の上の人だと。まああんまり貧しい階級の人はね、そういうことは無関心だけど、貧しい階級の上の人が不満だからそういうものに飛びついてるようなことを分析して本に出したんですね。だからそんなことないよと、私だってそんなのに関係ないよって言って、あのつまりそんな階級でですね、人は決めるなんてことできないんですよ。ですから芸術をやっててもよくわかる。ミケランジェロはですね、もう子役人の息子なんです。本当貧乏な人。レオナルド・ダ・ヴィンチなんていうのはもうほとんどあの諸子ですからね。だから貧しいって言えば貧しいわけです。でもそこで 大天才が生まれるわけです。それから高貴な絵を作るわけです。日本だと同じなんですよね。だからやはりそういう、こう北斎なんていうのは本当にもうあの労働者みたいな、もう貧しい生活をしているけれども、絵を見るとものすごい高貴に見えるわけね。優れた深さを持ってる。だからマルクス主義は環境で人を作るなんていうのは嘘なんですよ。
だから階級なんかも嘘なんです。全部役割分担の社会なんね。役割をその役割を得ればおのずからそういうこの階層、いわゆるギルドに入りますから、まあ階級みたいに見えるけれども、そんな階級じゃないんですよ。上下じゃないんです。全てが融合していくわけですね。ですからこのマルクスが言うには上部構造と下部構造ということを言い始めて、で下部構造は経済関係だと。だからこの経済関係さえしっかりつかめば、もうその人は何考えているか分かると。だからそれは階級だっていうわけね。ところがそんなことはないんですよ。全くないんですね。なぜかというと、そういう階級に属するがね、結局作るものはやっぱりそれと超えたものを作るわけですね。ですから労働者がいくらでも高貴なものを作るし、お金持ちが下手な絵もいっぱい作るわけですね。つまらない絵を。でそういうことの文化を見ればですね、そんなことは一切言えないっていうことがよくわかるんですね。ただそういうふうにこうことがそうだというふうに思って、そのマルクス主義的な考え方で今ほとんどの大学の先生が、特に人文学の先生がカルチュラルスタディーズとかフェミニズムとかですね、それからジェンダーフリーも、あるいはあらゆる大体今の、まあ、方法論でやってるわけですね。ところがそれがほとんど実りがない。本当かなって、そんなもの言ったってどんどん変わるじゃないかという、そういう、 こう展望がないもんですから、そう決めちゃうんですね。ですからね、やはり一切がそういうことがですね、恐ろしい図式主義でいくわけです。で、そのフランクフルト学科っていうのは何かっていうと、革命がもう起きないっていうことをある程度諦めたら、学生さんと中産階級を疎外で埋めようと、疎外感を与えると。じゃあこの世で生きてるとみんな疎外をされると、なんとなく自分が思うようにいかない、その不満を疎外という言葉で言って、そして常にこう批判すると、もう自分が悪いんじゃないと、常にこう悪いのは権力だ権威だ、そして自分をこう抑えるやつだというふうに言えと、それをやるのが、これが批判理論なんですね。それから常に否定するっていうことが大事だっていう考え方、これが否定弁証法、これはアドルノとかホルクハイマーがやった手なんですね。で全体的にですね、全てマルクスから始めて全部ユダヤ人がやってるんです。ですからはっきり言って20世紀っていうのはユダヤ人の世紀だったっていうのははっきり言えるし、まあこれからもですねそうなんですけれども、大体これ左翼思想っていうのはロスチャイルド家によって支えられると、つまり片やマルクス片やロスチャイルドと、思想は左翼で金はユダヤだという、これがですねずっと続くわけですね。だけど今それがやっとトランプが出ることによってこの思想は左翼がなくなりつつある。ところがそれを代行する思想がまだトランプにはないですよね。あれは金しかないですから、あの人の考え方はね。だからもう G7 でももう関税かけるみたいなことばっかして、アメリカが儲かるっていうことばっかしか考えてない。しかしやはりそこにですね、私は日本の思想っていうものが大戦すべきだと思うね。それは何かっていうと自然道です。やっぱり人間というのはもともと自然から生まれ、自然で育ち、そしてそれの自然の秩序の中で天皇家を作りですね、統治者というか、ああいうですねこう権威を作り、そして同時に社会をそういう家族ということで、ですから日本は国家っていうね、家なんだと、そういうことでですね作っていくべきだということ、これはもう世界でも共通なんだ。ユダヤ人だってみんな家族は大事にするんですよ、エンゲルスがそう言いながらね。もうみんな家族が単位だっていうことがよくわかるんです。
ところが向こうの家族はもう他の家族と関係ない。しかし日本は少なくともですね、家族が一つの全体が家族であるという簡易空気はまだ残ってるし、まあ、特に地方はそうですね。だから東京に来るとみんな家族が分裂してると思い込んでるんですけれども、いざとなるとやっぱりやはりお互いにですね、あの気持ちを通わせるところがある。まあそれが 3.11 に、まあ、出ましたけどね。やっぱりそういうこうやはりこう家族っていう関係が人間の自然的な基本であるというね、まあそういうことがですね、ちょっとあのマルクスのこうですが、マルクスっていうのはだから家庭を潰すと同時に、つまりアンゲリスの考え方とで同時にですね、教育を家庭から離すと、で全てが平等にやるというね、でそういうことであのソ連があの、まあ、母親が子供を面倒見ないという格好にするという、まあ、そういう格好でやり始めたら途端に失敗しちゃってですね、また元に戻ったということのそういう体験があるわけですが、で一応ですね、そういうことでですね、このディアスポラのユダヤ人たちが作る思想がマルクス主義であったと。そして経済を調和で見ないと。まあ経済というのは調和で見る以外ないんですけどね。ところがそれを常にこう破綻するだろう、破壊するだろう、終焉するだろうというような見方で見るわけですね。ですから必ずそのだいたい左翼の考え方はみんなそれで資本主義の終焉だとか、資本主義がまあ要するに終わりというかですね、そのまあ社会主義って言わないで破壊されるっていうことばっかしを今言うようになった。だから社会主義っていうのがもう死後化したのはやっぱりソ連や今の社会主義国を見ればわかるからね。まあいずれにしてもですね、あのマルクス論っていうのはというと簡単なことでですね、今もう全部失敗したっていうことなんですよ。だからまあ今年200周年で、あの生誕200周年ですけれども、今やマルクスはもう終焉したと。でこんなものを信じる人はいないと。トランプだってもう信じてないと。つまり金の社会だ。で金の社会をこう変えればですね、平等な社会になると、自由な社会になるっていう幻想はもう単なる幻想に過ぎないということね。でそういうことがですね、まあ、はっきりこうあの言える時代になってきたということなんですが、まあ、残念ながらそれをまだまだこう今のインテリの多くはですね、それが徹底できずにですね、まあそれは何かというと、今言ったように凱旋する思想がないと何度も言うんですね。ですから凱旋する思想がないということが、つまりグランドテオリーがマルクス主義にないということが今問題になっているわけ。それでですね、あのちょっと最近ですね、ヘイドン・ホワイトのメタヒストリーというこういう本が出てるんですね。でこれがあの作品社で、まあ去年出たんですけども、まああのまあ保守の方はあんまり勉強好きじゃない方が多いんで、あんまりこういう熱い本とかですね、あの読まないんですけど、私はまあこういう本をあの結構批判的に読むのが好きで読んでるんですが、メタヒストリーっていう本が出る、こんな熱い本ですね。で岩崎、この前もちょっと言いましたけれども、それは何かというとですね、19世紀にヨーロッパに対する歴史的想像力という本なんです。でこの人はですね、ホワイトっていう人はあのこの本はですね、実を言うと1970年ぐらいに出てるんですね。随分昔に出てる。でそれでですね、結局まあこれで終わりにしますけれども、この人は何を言ってるかっていうと、これが去年出たっていうのはおかしいって言ってるんですね。
日本でこんなにこの本が出たの40年前なのに今ここに出てるっていうのは、つまり冷ややかに言ってるわけですよ。結局ですね、いかに日本がマルクス主義の影響を受けすぎたかっていうことなんです。つまりこういう本を出さないようにしてたんです今まで。で、私のまあいろんな本もですね、フィッシャーの本もこのあれまあ大体ですね、ここ10年ぐらいに出た本ばっかしですよ。つまり我々の歴史観を作るための重要な本がですね、やっとここ5年10年で出てきてですね。ですからそれが日本の状況だったと。でこの人もですね、つまりこの本がですね今頃出たっていうことを私はまあ嬉しいけれどもね、非常にまあちょっと冷笑しているところなんですね。で結局こういう本が全部で訳されずに残って今どんどん訳されてるっていうことは、結局やっぱりそのグランドテオリーで書かれた本がおかしいっていうことだ。でこの人は何って言ってるかっていうと、マルクスはですね、結局そのあの頃たくさんの歴史家が出たんです。ミッシュレーとかですね、それから、まあ、ブルックハルトとか、あるいは、まあ、ニーチェも歴史を論じてますし、それからランケですね、それからさまざまなこういう歴史家がみんな出てると、それの一つなんだということを言ってるんです。それ何かっていうと、経済用語っていうそういう言葉で使った一つのメタ、いわゆるこうメタ言語だ。つまりそういう形容詞で作った一つの歴史の、まあある意味でヒストリーっていうかね、作られた想像力だな。ですから歴史っていうのはある意味でそういうですね、フィクションなんだっていうことなんですね、はっきり言って。まあフィクションっていうと、もちろん小説のようなフィクションじゃなくて、やはり具体的な実証をした上での、それをどうやって捕まえるか、どうやって理解するかをいろんな仕方であったのが19世紀で、それを20世紀がマルクスだけを取り上げたっていうのはおかしいんだということを、まあ言外に言ってるわけですね。このメタヒストリーっていうのは、で私はですね、そういう意味ではこの本が非常に我々にとっても有用であって、結局新しい物語を作ろうじゃないかと。でそれも基本的にですね、実証に基づくということをですね、やれば、まあ、それこそがですね、虚構ではなくて本物の歴史になるだろうというふうに思っているわけです。まあちょっと具体的なことは、もし細かいことはよく読んでいただけば、まあ読まれればですね、読んでいただけたら。じゃあこれで終わりにします。どうもありがとうございました。